が変わってるからね。うんうんうん。Thank you.
other side? 100. 2時間ぐらい回るんですね。そうですね、これから2時間ぐらい一緒に回りましょう。よろしくお願いします。私の狭い道。狭い道、そう、なんか見れないんですよ普通は。普通に入ったら出られないと思います。ああ、なるほど。よろしくお願いします。
こ虎のイメージがあるんですよ、はい、あ、虎ある城あるんですよ、はい、なんでか分かりますか、虎ですか、宮殿です、虎はあの芝神の、そうじゃないです、あ、違いますか、芝神じゃなくて、はい、虎はバラナシで2つ王様がいるんです、2つ王様がいる、一つの王様は町の王様です、ね、はい、二番目の王様はカソバだけの王様、はい、へえ。これはカソバの王様のお家です、あ、ここが、そうそうそう、今もいるんですよ、今もいる、そう、その家のシンボルがあの虎なんです、そうそうそう、へえ。あのおでこに黄色いの塗ってるこの人何ですか、いろいろ神様の印みたいです、はい、神様の印、そうそうで三本線をつけるのは芝神の印があの黄色い3本ラインなんですね、黄色いじゃないんです、あ、黄色いじゃない、色は決めてない、あ、そうなんだ、そうそう、白眼かどんな木のベストで作ってるかっていう感じです、はい、へえ。今みんな塗ってるのはあまり良くないものですよ、はい、あまり良くない、そうそう、昔はね、私たちがここの人だから、うん、絶対これが塗らないんです、どうして言うと、なんか本物の白檀じゃないとこれつけないの。なるほどなるほど。白檀なんでか、白檀か。白檀ってあの高い木だよね。そうそう、うん、高級な、はい。白檀は、はい、塗ったらね、はい、頭が涼しくなる。へえ。その後綺麗になるんですよ。綺麗になる。あのニキビとかできる。あ、ニキビとか。それ毎日やると出ないの。へえ。肌が綺麗になるんです。そうそう、でバラナシで生まれ育った人はちゃんと白檀を使うけど、そうそう、今、まあ、観光客が多いから、それはみんな粉だけ塗ってるんです。なるほどなるほど。タルマリックとかいろいろ、タルマリックってわかります？わからない。タルマリック、黄色の、あ、ターメリック、そうそうそう、カレーライスの、そうそうそう、それとか混ざってやる、牛乳、牛乳からクリームが作って、クリームからギーという油が作る、うんうん、油は全部体に塗る、はい、家族の人はみんな塗る、塗る、死んだ人に、死んだ人に、その上にいろいろ服が上げる、それ服の色も決めてる、服の色が決まってる、そう、男か女の子か、なるほど、結婚してるか結婚してないか、はい、結婚してる人が旦那さんが、お子さんがいるかいないか、それに決めてある、はい、なるほど。だから身体見てすぐ分かる。あ、はい、燃やすとき、なんか上から火が買うの。なるほど。じゃあその常に中では燃えてる火があって、その火を、そう、王様の火だからね。あ、王様の家見たでしょ。見た。でそこから火をも買ってもらって、自分の亡くなった人につけてあげる。わかりました。家に帰ったらみんな頭がする、残った家族の人たちがみんな頭を、髪の毛を、へえ。今インドの人は普段生きてて幸せを感じられてるか、それとも大昔と同じように辛い気持ちの方が多いのか。それは人によってありますね。センスがある人は、うん、なんか感じてる、うん、人が辛いの、うん、なんか自分のことだけじゃなくて、なんか世界が変わってるからね、うんうんうん、みんななんかお金とか、うん、なんかアーティフィシャルのもの、うん、探してるからね、うんうん、自分の中のもの探してない、うんうん、あ、なるほどなるほど。それでみんな辛いだと。ここはマニカニカ池ですね。池なんですか。そう、はい、今は水がないけどね、はい、雨季に来ると、そうそう、はい、南インドの人たちがこっちに来てここに入るの。へえ。ここはシバシンと奥さんパーラティが目浴したから、うん、一番聖なところですね。あ、神聖な池。そうそうそう。へえ。その北インドの人は入らないの。入ること少ないですね。あ、ヒンズー教徒の中にサイブとバイシナブと、うんうんうん、2つが神様信じてる人がいるんですね。それで
シバスの住んでてる人は南インドの人は多いんです。北インドは大体みんなこれヴィシヌ神様のことを信じてる。なるほどなるほどなるほど。そっか、ガンジス川はどの神様とか関係ないんだ。関係ない、関係ない。ガンジス川はネイチャー、ネイチャー、ネイチャー。オッケーオッケー。ヒンドゥーはこう宗教というよりは文化って捉えた方がいいんですか。宗教ですよ。宗教ですか。あ、ヒンズっていうのは、はい、昔はシンドゥリバーだね。シンドゥリバー、リバーって川、川。本当言うと昔はシンドゥ川の、はい、そばに住んでる人たちがヒンズっていう。ああ、なるほど。本当言うとサナタンという人たちの今ヒンズ教徒っていう、ヒンドゥー教徒の中の一部のサナート。昔はサナータン宗教って言ったんですね、はい、でも今はヒンズー教徒になってる。うーん、言葉は間違えてね。なるほど。バラナシはね、うん、季節と食べ物と人の生きれるために、うん、とってもいい場所。なるほど、生きていくのに生きやすい場所。そうそうそう、はいはい。ガンジス川の水はとっても綺麗だったし、うん、その後ご飯もいっぱいあったし、はい、季節もいつでも一枚でも来て生きれるんです、うん、なるほど。だからとっても楽しい、楽しいところだったから、うん、あのカースト制度についてちょっと質問なんですけど、日本だと4つのカースト、バラモン、クシャトリア、バイシャ、スードラという4つがあって、そこに入れない人たちがいて、アンタッチャブルとかバリアとかって呼ばれるって聞いたんですけど、それは本当ですか。そうじゃないです。そうじゃないんです。スードラの中にみんないたんですよ。スードラの中に。そうそうそう、なるほど。だからブラミンの意味は、うん、勉強とか、うん、先生とかになるために、はい、なる人ですね、はい、その後チャトリの意味は軍隊、うん、軍隊、うん、ウェッシュの意味は、うん、なんかビジネスしてる人ですね。ああ、なるほど。その後みんななんか仕事をする人、はい、今サラリーマンでしょ、はい、はい、その時のサラリーマンはなんかスードラだった。スードラだった、なるほどなるほど。そうそう、ガスト制度の上の人たちが全部こうやってやってもらってたんですけど、うんうん、その後仕事してからちゃんと手洗って入るのはいいことだったんですけど、はい、なんかそのままいている人もいたんですね、うんうん、だからその人たちはいつも遠くになってって欲しかったんですね、はい、なんかバイシャとかそういう人たちね、はいはい、だからそれを文化をゆっくりゆっくり悪くなって、うん、その人の子供とか子供とかも触らない人になっちゃった、ね、なっちゃった。なるほど。だからカースト制度もこんなことじゃなかったよ。私はチャトリーの子供だけど、うん、今ビジネスしてるだから、うん、ヴェッシャになる。なるほど。そういうことだったんですけど、はい、どん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 そういうこと悪くなって、うん、そういうものがなんかジェネレーションになっちゃったんです。うん、その子供、その人の子供はこの人です。なるほど、なるほど、わかりました。正直で言うと、はい、歴史はちゃんと教えてないんです。あ、教えてないんです。教えてることはなんか最近のことだけですね。あ、なんか最近がムガル入ったとか、ムガル、あとイギリス入ったとか、うんうんうん、でもちゃんとなんでこんな境になったか教えてくれないの、はい、あ、そうなんだ。ということでなんかどん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 なんかお互いのことを信じられないとか、なんかカースト制度のことまだ残ってるんですよ。あ、教育がちゃんとされてこなかった。そうそうそう、今もなんかカースト制度の教える人がとっても少ないんだ。なるほど。じゃあみんなよくわからない人もいっぱいいる。そうです、いっぱいが 99%。 99%。 これは何ですか。これはなんか軍隊は死んだ人たちの試しの平和ために作ってるんです。1ヶ月はずっと明日から全部降りる。へえ。インドとパキスタンが仲悪いのはみんな国民はどうなんですか。まずは、はい、私はセンスが持ってるから。ああ、なるほど。インドとパキスタンは仲が悪くない、うん、ああ、仲が悪くない。世界中は今
イスラム教徒の考えで困っている、うんうん、はいはい、ヒンズー教徒は誰でも考えで喧嘩しないよ、うんうん、ああなるほど、あなたのことも聞くし、うんうん、自分のことも言うんですよ、なるほど、はい、でもイスラム教徒は聞かないの、私は絶対正しいっていうそういう考えのことを私たちが反対している、なるほどなるほど、パキスタンもインドだよ、うん、でしょ、まあ最初そうね、バングラデシュもインドでしょ、アフガニスタンもインドでしょ、確かに一緒に住んでちゃんとお互いのこと楽しんでいくのは、うん、楽しいでしょ、楽しい、でもそういうことしないんです、なるほど、だからパキスタンじゃなくてパキスタンの住んでる人たちの考えの反対してる、うんうん、なるほどね、わかりました、仲いいか悪いかそういうことじゃない、なるほど、上がりますさあこっからこの普通の旅行では絶対に入らない道に入っていきます、じゃあちょっと面白いことも言うからね、うん、お願いします、ヒンズそういう階段見てからね、はい、そういうことを教えないといけない、はい、ヒンズ語でラールシャールシリーサニアシインセバチェとシボルカシ、オッケー、それね、見は未亡人とその後階段と牛、うん、その後お坊さんね、お坊さん、そういう人たちと気をつけてここで生活すると神様に会える、未亡人と牛とお坊さん、階段ですね、大事に気をつけていかないといけないっていうことで、なんで言うとそれなんかいけないことだからねいやどういうことなんか未亡人は昔はなんか14歳とか13歳で結婚してたんです、ね、はいはい、旦那さんが死んだら バラナシに連れて行かれるんです、ね、へえ、ここに来てる人たちと人はこういう人と会ったらなんか好きになったら、はい、心になっちゃうじゃない、はい、例えば僕がその未亡人と結婚したらもう帰らないってことね、日本に、分かった、意味は分かった、 その後、うん、階段上がるとき落ちたら死んじゃうんじゃない、うん、だから帰れないでしょ、帰れない、お師匠も怒ったらなんか、うん、角でドーンってやられて、そうそう、死んじゃうでしょ、死んじゃう、帰れないでしょ、帰れない、その後お坊さんたちが、うん、なんかいいことを話したり、うん、なんか葉っぱとか吸ったりするんです、うん、そういうこともやっちゃうと帰れなくなっちゃう、帰れない、だからそういうことで気をつけていかないと帰れなくなっちゃうっていうこと、うん、なるほどなるほど、バラなしではね、そういうなんかことわざがあります、ああ、なるほどなるほど、でその階段がこの狭くて急な階段、うん、気をつけないといけない、なるほど、ありがとうへえ、これから狭い道に入って、はい、いろいろ、はい、はい、チャイとか飲みたいです、ああ、でも大丈夫、ここのタリのチャイは美味しい、ああ、そうなんですね、じゃあせっかくだから飲みます、ここがおすすめのチャイのお店だそうです、チャイだけで、チャイだけ生活費は稼げるんですか、稼げるんですよ、あ、稼げるんですか、いっぱい稼げるんです、へー、インドでなんかポスの給料はいくらぐらいですか、わかりますか、インドで、そう、に日本のお金で言うとなんか2万円とかなのかな、そ そうだよね、2、3万円、2、3万円、あとでもいいよ、ん、あとで払ってもいいですよ、はい、このチャイは日本の紅茶と何が違うんですか、葉っぱが違う、あ、葉っぱが違うんだ、そもそも、へえ、なんかチャイって甘いイメージがあるけど、甘いところもあるんですね、でも最近はインドでシュガー、
シュッティークの患者がなんか増えてるから、うん、糖尿病の患者が増えてるから最近は砂糖控えめになってると。なるほど。チャイは私は500の種類があります。私の作れる。あ、チャイは500種類。一口にチャイって言ってもいろんな味があるっていうことなんだ。私は作れる。へー、こういう狭い道に入るのは難しいでしょ。難しい。確かに。だからこういう形の道が作って、なんか涼しいだし。確かに。その後バラナシはインドのヒンドゥーの人たちは人生で一回来ないといけない場所なんですよね。そうです。でもお金のない人たちは遠くに住んでるとなかなか来れないですよね。うん、でもそういう人たちは、はい、家族とかに来たら、はい、ガジェス川の水を取って、はい、家に帰って、へぇ、あ、なるほど。今は思っている人たちが増えてる。そういうことを考える人たちが増えてるんですよ。増えてるんですか。どうしていうと、なんか汚いか綺麗かそういう感じてる人が多い。あ、わかりますか。昔はなんか神様のことで考えてないんですよ。なるほど。だからこれから政府とか住んでる場所の人たちとか気をつけていかないと、はい、ガンジス川に入るために来る人が少なくなって、あ、仕事もなくなっちゃうんじゃない。ああ、確かに。そう、だからちょっとこれからガンジス川をもっときれいにしないといけないっていうことだよ。ああ、なるほど、うん、うわすごいすごい、うわ、今手作りでホテルを作ってるみたいですね。すごいな。これ何年後ぐらいにできる予定なんですか。もう3ヶ月後。3ヶ月後、この状態から3ヶ月後、信じられないけど、うん、すごいな。インド綺麗に何でも置いてないからね。うんうん、綺麗にしたらもうすぐなんかペットとかでやってって。へえ、ああ今こうやって手作りで作業してるんですね。なんかよく日本人がインド来て衝撃を受けて価値観変わるとか言うでしょ。そうですね、絶対。どうして言うと、うん、お金も余裕がないし、うん、仕事もないところにもあるし、うん、でもみんな楽しんでるみたい。みんな楽しんでるみたい。楽しんでるみたい。そう、そういうこと見たら多分帰ったら、うん、どうやって余裕がない時も生活することを分かるっていうこと、うん、あ、なるほどなるほど。インドに来てそういうところを学んで帰るんだ。日本人はお金があってお金がなかって、うん、なんか誰か騙されて誰か話さなくても、うん、一人でも、うん、いっぱい人がいても、うん、死なないね。死なない。生きてなんか新しいことする方法に行こう、うん、っていうことを並んでいくと思う。なるほど。有名なラッシュ屋さんがあるから。あ、有名なラッシュ屋さん飲みます。あ、ブルーラッシーショップ、ここが有名な。うわー、すごい。何があるの。なんかドライフルーツだったら美味しいよ。じゃあドライフルーツラッシーにします。うん、ここいつも混んでます。そう、インド人と外人も、うん、ここに来てラッシー飲む。どうしてとラッシーの種類が多いから。ラッシーの種類が多い。そうそう。あ、すごい、裏口から通れてます。さすがですね。私の家族みたいな。あ、キャッツワンとキャッツナッツといろいろナッツが入ってる。
サフランとかナッツがいろいろ入ってる。初めて食べた、こんな飲み物の状態のしか食べたことない、飲んだことない。全然違う。美味しいでしょ。美味しい。ああ、やって運んでくんだ。あれはその最後の家とかから。へえー、日本人がインドに来ると騙してくるインド人もいるでしょ。いっぱいいるでしょ。日本人はどうやって対処すればいいのかな。日本語話してるとなんで書かないとか、うんうん、書いてる人たちだったら、うん、勉強してるでしょ。あ、なるほど。話すじゃだけじゃなくて字を書けるかどうかが見分けるポイント、うん、漢字とか書かないとダメ。なるほどね。それは私たちはちゃんと7年ぐらい日本語勉強して、はい、なんかいろいろ会社に入って勉強して、うん、日本でも留学して来たんですけど、うん、みんなガイドって同じことになっちゃうから、はい、だから私たち同じじゃないって分かるのが一番です。なるほど、確かにそれはすごい。あ、ここに戻ってきたんだ。そう、なるほど。Hi. Namaste. How are you? Fine, thank you. This is completely weaving area, manufacturing. You are factory. Yeah, my factory. 5,000 family. How much? This is in rupee, 4,000 rupee. 4,000 rupee. Yeah. For table cover. Ah, table cover. How much this one? Bigger size, 6,000 rupee. 6,000? Yeah. Oh. Wow. You use? Oh. Shawl. Oh. Well, how much? Wow, this is 2,500 rupee.2,500 rupees、自然界の色ですよね。コガネムシとかタマムシとかそういう自然の色ですね。すごい。 Very big one. How much? A sari. How much? 5,000 rupees、普通に買うよりもですね 70% オフぐらいの価格で、販売が可能のようなので、アバヤさんを頼ってですね、こちら来ると安く買えると思います。
Thank you.
I'm going to go to the hospital.